皆さん、こんばんは。HKT48 の地頭ねねです。本日も私のラジオ番組、ねえねえ聞いてよラジオエボリューションが始まりました。イェーイ。はい。ということで、シャープ2ですね。シャープ2。まあ、前回、初回とその前に、もう大集合のやつを皆さん聞いてはいると思うんですけれども、まあ、反響はどうなんだろうな。みんななんか、嬉しい、聞いてるよって感じで、まだ中身をね、詳しくやってないので、こう何とも言えないんですけど、まあコメント欄を見てる感じ、なんかすごいみんな楽しみにしてくれてる感じがあるので、私もね、ご期待に添えるように頑張っていきたいと思うんですけれども、先週はですね、すごいいろんなことがありすぎて、何から話したらいいかわかんないんですけれども、そうですね。まずはツアーですかね。ツアーの初日と東京公演を終えました。皆さんありがとうございます。 やっぱね、シャープ2ってことで、この盛り上げ方があんまりまだね、自分の中でこう慣れてないところがあって、毎回ちょっとニヤってしてしまうんですけど、そうですね。東京公神奈川公演と、と横須賀か横須賀と東京での公演を終えまして、そうですね。まずは一安心。私はですね、横須賀の公演でですね、エルタンさんと点描の歌を歌わせていただきましてですね、もう本当に、直前まで、21歳、だだこねるっていう、21歳の、まあ、今年22歳になる、まあまあな大人なんですけれども、できないよ、やりたくないよ、と言いながら、大粒の涙を流してダダをこねるっていう、21歳らしからぬ、集大をね、メンバーのみんなに見せていたんですけれども、本番ね、終えまして、本当にね、もうみんな、本当に泣きじゃくる3歳児を、励ますというか、なだめるように、みんな、よかったよ、ほんとすごかったよって言って、みんなたくさん褒めてくださいまして、本当に今、みんなのおかげで、もう気持ちも晴れやかに、もうなんか、ツアー最終日を終えたような 晴れやかな 気持ちでいるんですけれども、まだね、公演、なんと大阪公演も追加されまして、まだまだツアーたくさん頑張っていきたいと思いますし、チャレンジコーナーね、私実は先日ボイトレしてきまして、まだまだどこかで皆さんの前で何かをチャレンジするかもしれませんので、皆さんぜひ最後まで見守ってくださると嬉しいです。はい。ということで、それではタイトルコールに行ってみましょう。地頭ねねのねんねん聞いてよラジオエボリューション。改めまして、皆さんこんばんは。HKT48 の地頭ねねです。本日も私のラジオ番組、ねんねん聞いてよラジオエボリューションが始まりました。イェーイ、ありがとうございます。はい。ということでですね、皆さんからいただいたお便りを、まずは読んでいきたいと思います。では早速、ラジオネーム、ジュルンジュルンさん。ありがとうございます。番組解説おめでとうございます。これから毎週金曜日が楽しみになりました。姉ちゃんらしく突っ走ってください。はい、ありがとうございます。応援メッセージですね。はい、毎週金曜日ね、花金すごい、なんか、個人的に荷が重いなと思ってはいたんですけれども、皆さんのね、金曜日が華やかなものになるように、私もそのお手伝いができるように頑張りたいなと思ってるんですけれども、やっぱり、ラジオネームが気になりすぎて、ジュルンジュルンって、どっから持ってきたんだろう。ジュルンジュルンって、何を考えて、ふと思いついたラジオネームなんだろうな。私結構、まあラジオ聞く方ではあるんですけれども、ラジオネームが本当に好きで、ラジオネーム、なんか、あ、このラジオネーム本当秀逸だなと思ったりとか、なんかこれって何をふと考えた時に出てきた言葉なんだろうっていうのを考えるのがすごい好きなんですけど、
このジュルンジュルンさんは特に目を引くラジオネームなので、まあ、よかったらね後日ジュルンジュルンについてちょっと解説していただけたらいいなと思います。でもラジオネームだけじゃなくて皆さん のニックネーム、皆さんそのアイドルファンをやってる上でたくさんなんかツイッターとかでニックネームつけてらっしゃるじゃないですか。私それがすごく面白い文化だと思ってて、皆さんにそのみんな本名を知ってるのって言ったら、いや本当にニックネームしか知らなくて、みんなが本当は何の名前なのか知らないって言ってて、なんか本当すごいなと思って、そういう人との関わり方もあるんだなってすごいなんか不思議に思ったし、面白いなと思ったので、皆さんでねなんかこういう由来でニックネームつけたよとかあったらね、ぜひ教えていただけたらいいなと思います。では続いてラジオネーム怪人186センチですが何かさっかったですね。ほんとこれも癖の強いラジオネームですね。ぶっちゃけ一人で YouTube ラジオをすることに対しベア組に羨ましさがあったりしますか？あーそうですね、あります。完全にあって、やっぱり一人で喋ることに対するプレッシャーが半端なくて、なんか私って常に日頃外に出たりとかもしないですし、本当決まった人としかおしゃべりしないですし、外に出ることが本当にないので、エピソードトークっていうのが本当なかなかなくて、まあこのねミネラージエボリューションを始めるにあたって、ちょっとねもうちょっと、まあ、コロナ禍ではあるんですけれども、もう少し外の世界に飛び込んでエピソードトークをちょっと集めたり、お勉強したり練習したりしていくきっかけにしていけたらいいなと思っております。ペア組ね、本当もう一人誰かがいたらまた全く違う雰囲気になるんじゃないかなと思うので、それはねまあ来たるスペシャルウィーク誰を呼ぶかもなんてまだ分かんないですし、いつかも何をするかも全く何もないんですけれども、まあ黒木さんがねスペシャルウィークやるって言ってたんで、まあそのスペシャルウィークで誰と何をするか楽しみにしていていただけたらいいなと思います。はい、皆さん本当に、あはい、ちなみに誰と組むとしたらですか？誰と組む、むず。いや誰とやっても面白そうではあるんですよね。でも今私的に一番仲良くなりたいなって思ってるのが実は松岡夏実さんなんですよ。そう、松岡夏実さんと最近ちょっと仲良くなりたいなと思っていて、で松岡夏実さんが横須賀の初日公演の時に、コンサート中にやりたいこと、コンサート中に達成したいことっていう MC があったんですけど、そこで夏さんって呼んでる後輩を撲滅って言ってて、私今んとこ夏さんって呼んでるんで撲滅されちゃうんですけど、撲滅をね回避すべくもっともっと仲良くなってたらいいなと思ってるので、夏さんか花さんですかね。はい、花さんはまあ最近よくお話しするようになって、あと桃女もやってるんですけれども、桃女って2人で話すことって本当にないので、まあ、花さんか夏さんとやってみたいなと思います。はい、まあ、そんな感じで皆さんね本当に何でもメッセージ送ってください。こんな感じで私が本当にたらたらゆるーく返信していきますので、ぜひ何でしたっけ、あれお便りフォーム、何フォームでしたっけ、 Google フォームからですね、皆さんぜひお便りたくさんお待ちしています。はい、それでは本日もよろしくお願いします。48トットートチャンネルをキーステーションに配信中、自動エネネのねえねえ聞いてよラジオエボリューション。HKT48 の下野由紀です。
下野由紀のナイトトーキングルーティーン、自分らしく楽しく話しています。毎週土曜日22時に HKT48.TOTO チャンネルで配信中。あまり構えずに軽い気持ちで聞きに来てください。HKT48の時田智香です。ハッシュタグもかの音ファーストトーク、いろいろ喋ってます。ここでしか聞けないことも喋っちゃってるかも。毎週月曜日22時に HKT48.TOTO チャンネルで配信中。みんなからのお便り待ってます。自動エネルのねえねえ聞いてよラジオエボリューション。それではここからはこちらのコーナーに行きましょう。ねえねえ聞いて。こちらの企画は私がショールームラジオを行っていた企画の進化版になります。相談から雑談まで何でも大丈夫です。とにかくねえねえ聞いてってことを送ってください。ということでたくさんお便りいただいています。早速紹介していきましょう。ラジオネームパミュムさんからです。ねねちゃんこんばんは。こんばんは。韓国で応援しているねねちゃん推しです。ありがとうございます。コロナのせいで2年以上日本に行けない、ねねにも会えない、ちょっと寂しい生活を過ごしていますが、最近新しくハマった趣味について話してねねからアドバイスももらいたいです。最近韓国のドヨータはお出かけするときに自分の好きなアイドルさんのフォトカードやぬいぐるみを持って写真を撮ることが流行っていて、自分も流行りに乗ってねねと名前が一緒のクレヨンしんちゃんのねねちゃんのぬいぐるみとねねちゃんのぬいぐるみと生写真を持って写真を撮ったりしていますが、やっぱり一番の気持ちはねねに海外旅行をしているような気持ちをさせたいということで、ぬいぐるみねねちゃんでなく本物ねねちゃんが食べてみたい韓国の食べ物とか行ってみたいスポットとかあったら教えてください。いつも遠くから応援しています。ありがとうございます。嬉しいですね。やっぱり会えない間もね、応援してくださっているファンの方が本当にたくさんいて、いつもね、オンライン握手会とかでね、本当にありがたいなっていつも思ってるんですけれども、やっぱりそこで感じるのは、海外の皆さんって、本当に街をお散歩してみたりとか、今こういうことやってるよって、いろんな風景を見せてくれるんですけれども、そうですね、全部すごい興味深くて、正直に、食べられないんですけれども、韓国はやっぱり食べ物がすごい美味しそうなので、でも韓国って今何がやってるんだろうな。私本当にチーズが大好きなんですけれども、やっぱチーズ系、あと韓国といえばやっぱ辛いトッポギとかあるんですけど、私辛いのが本当にダメで、すごい辛いのが苦手なんですけれども、最近ちょっとね、大人になりたくて、いろいろ辛いのも挑戦してて、私でも食べれそうな、甘いけど辛い、なんか、食べ物を紹介してほしいなと思います。あと、これは絶対難しいんだけど、私、韓国のケーキ屋さんが大量生産してる動画が大好きで、韓国のケーキ屋さんの、なんか、レインボーケーキとか、なんかいろんなケーキをもう本当に流れ作業で全部手作りで、ただ本当1時間くらいある動画を本当1時間丸々ぼっと見つめちゃうんですけれども、それがすっごい好きなので、ケーキ工場見学に行きたいです。もしそういう機会があったらぜひ私のね、ぬいぐるみと一緒に行ってあげてください。よろしくお願いします。では続いて、ラジオネームけんちゃんアットマークリノマイおしさんからです。たらこパスタに納豆をかけて食べるとめっちゃ美味しい。これはもう説明ができないです。ただとにかく美味しいので食べてみてください。ありがとうございます。食べてみます。いやー、ゆるいけどこれいいんです。皆さん、私がやりたいのはこういうことです。もうほんと何でもよくて、なんか誰かにわざわざ言うまでもないけど、何かをとにかく伝えたいみたいな、伝えたい時にふとなんか送ってみようかなって思う。本当にこの企画本当にハードル低いんで、本当何でも送ってきてください。で、私今日どうしても麺類が食べたくて、
焼きそばにするか焼きうどんにするか迷ったんですけど、今日はもう明太子パスタ、すみません、たらこパスタに納豆をかけて食べたいと思います。ケンちゃん、アットマーク、ゆのまよさん、本当にありがとうございます。では最後、ラジオネームニッキーさんからです。ラジオタイトルにエボリューションと入っていたので聞いてほしい豆知識を一つ。実はポケモンで大人気キャラのイーブイ、名前の由来はエボリューションの頭文字2つ E と V から取っていたことはご存知でしょうか。進化を意味するだけであり、今や8種類もの分岐があるんです。私的に一番可愛いのはニンフィア、かっこいいのはサンダースターと思っています。かっこ異論は認めます。ねねちゃんも EV 並みに多彩な人気キャラになりますように。ありがとうございます。そうなんだ。私本当にポケモンわかんなくて、小学校の頃にポッチャマ買いたいなって思ってたのと、あと名前が似てるので、なんか男の子たちからねねこっていうポケモンがいるのかな、ねねこ、えねこなんかいるんですよ。えねこかな、違うかな、えねこだ。エネコっていうポケモンがいて、名前が似てるからエネコって呼ばれてたくらいの知識なんですけど、ポケモンの知識って。でイーブイについて調べたんですけど、いやすごいですね、もはや何が何だか分かんない。シャワーズとか原型ないですからね、ほぼ。なんでこのイタチっぽいというかリスっぽい形から急にこんな魚に変身できるんだろうっていう。いやでもすごいですね、もうなんか私もね、多彩な人気キャラになれるようにイーブイを見習って、まあ完全にエボリューションはイーブイから取ってきてるので嘘なんですけど、はい、私もねイーブイみたいに人気キャラになれるように頑張ります。はい、ということでねえねえ聞いて、初めてのコーナーだったんですけれども、やっぱり本当にこんな感じで、本当ゆるーく楽しくみんなが言いたいこと、教えたいこと、何でもいい知識、聞いてほしいことを本当に何でもゆるーく送ってくださると、私がこんな風にゆるーく返信しますので、皆さんぜひお便りお待ちしております。今回送ってくださった皆さんありがとうございました。以上、ねえねえ聞いてでした。 HKT48 の市村愛理です。市村愛理の市村ジオ、私が一人で喋ってます。ここでは私の素を出しちゃってるかも。毎週火曜日22時に HKT48 トットートチャンネルで配信中。みんなからのお便り待ってます。HKT48 の馬場沙耶香です。宮崎園です。サガーズのお部屋、2人でワイワイ楽しく話してます。毎週水曜日22時に HKT48 ホットホットチャンネルで配信中。みんなのお便り待ってます。HKT48 の石橋いぶきです。竹本くるみです。いぶくるの休み時間、今日の日直はくるみです。毎週木曜日22時に HKT48 ドットオートチャンネルで配信中。はぁ、今日も疲れた。今日もっとそこのあなた、私たちのラジオで癒されちゃいましょう。地頭へねねのねえねえ聞いてよラジオエボリューション。さて、早いものでお別れの時間がやってきました。はい、そうですね早いそうですね、やっぱこれが実質1回目みたいなものじゃないですか。前回は説明というか、そういう感じのばっかりだったので、実質今回が初めてだったんですけれども、やっぱりね、一人はね、何喋ってるかわからない自分が今何を話してるのか本当に分からなくて、
もうなんか今これで大丈夫なのかなって不安な気持ちでいっぱいではあるんですけれども、皆さんね本当に成長を見守るつもりで優しい生温かい目で見てくださると、聞いてくださると嬉しいなと思います。そして今回はねえねえ聞いてというコーナーをねまず第1回やってみたんですけれども、いや多分何でもいいっていうのが逆にむずいみたいなところもあると思うんですけれども、今回紹介したみたいに本当におすすめなんですかとか、逆にこれがおすすめですよ、これが美味しいですよとか、こういう知識だったりとか、あとはそうですね、もうなんか自慢話とか、なんか親戚にこんな有名人いますよとか実家の隣の隣めっちゃ有名人ですとかこんな有名人に会ったことありますよとかなんか何でも自慢話とかでもいいですし、最近なんだろうな、最近引っ越したんですけれども、なんか新居で必要なものはありますかとか、なんか何でもよくて、なんか本当に皆さんがね日々疑問に思ってることだったり、ふと思いついたことだったり、なんかそうですね、なんかそうだな、白ご飯食べたら眠くなりませんかとか、なんかこれって自分だけなのかもしれないみたいな、なんか疑問とか何でもいいのでぜひ送ってみてください。そうですね、ちょっと個人的にね、なんかこれでいいのかなみたいな、ちょっと反省の多いシャープに過去第1回目だったんですけれども、これから少しずつ良くなっていけるように頑張りたいと思います。もし限界を感じたら誰か一人ぶっ込みたいと思います。テンパってるっていうか、本当に何を喋ってるか分かんなくて、自分が誰か対誰かがいないじゃないですか。なのでこれいけてんのかなっていう気持ちでいっぱいなんですけれども、はい、頑張ります。はい、頑張ります。はい、番組の感想やお便り企画は番組専用の Google フォームから送ってください。また SNS でつぶやく際はハッシュタグヌメラジ、ラジオの字は立ちつてとの地です。ヌメラジでつぶやいてもらえたら嬉しいです。それではまた来週金曜日にお会いしましょう。バイバーイ。